私の後ろでは石垣を再び積み上げる作業が間もなく始まります丸亀城の石垣復旧に向けた第一歩を踏み出しますクレーンによって運ばれる大きな石崩落後に回収した石垣の石をもともとあった場所に戻していきます帯ぐると呼ばれる石垣の一番外側の部分から石を一つ一つ積み上げ 元の姿を目指します丸亀城の石垣は2018年の西日本豪雨や台風の被害を受けて崩落、当初は今年3月までの復旧を目指していましたが地中から新たな石垣が見つかるなど復旧事業は延期が相次ぎ総事業費もおよそ53億円まで膨らみました。 丸亀城の石垣っていうのは、まあ、あの全国的にも有名であの、まあ、市民のシンボルでもありますので、われわれスローガンが、まああの、美しい石垣をもう一度ということで、われわれ協力して、えー、頑張っってていきたいなと思っております高さ31メートルの石垣を再び積み上げる歴史的な復旧事業。 市は2028年3月の完成を目指しています。